どうもこんにちは、おっさんゲームズです。ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドで遊んでいきたいと思います。今日はなんですけれども、 EX 英傑ウルボザの歌の中の試練の一つ、砂漠の街の宝珠を大穴に投じというのをやってみて、祠出現させてみたいと思います。でこの試練、できる場所なんですけれども、全体マップから見るとまあここら辺ですね、黄河様を倒した場所となります。でまあ、クイタッカの祠、から南西方向に、来てやるとたどり着くことができるかと思います。では行ってみたいと思います。はい、ここ、黄河様と戦った場所ですね。まあ黄河様と戦った時とは逆走するという形になりますね。こっち、剣バナナが、何個ありますので、あのイーガダンを今回巻かないといけないんですよ。なんでこうバナナはねできるだけ取っておきましょうか。じゃあ行ってみたいと思います。で最初はこいつ、このバッテン、ここですね、この、木をまあ矢で折ってください。これ見つからないようにしないといけないよね。ごめんなさいね、来ないか。よし、バッテンを、よし、オッケー。これで、おってなってるときにこっちが行ってください。はい。大概、見つからないと思います。あの、一人目のイーガダン、さっき通り過ぎていったイーガダンを巻けば、ここまでたどり着くことができるかと思います。で、はい。こいつが宝珠ですね。こいつを大穴に入れるということになります。で、バナナを補充しておきましょうか。はい、で、こいつを持っていきます。はい。で、一旦ここに置きます。で、バナナを手に持って、もうここにいっぱい巻いておきましょう。はい、で弓矢でここでこいつでバーナー落としてあげると。で今見回りをしているイーガダン、こいつがバーナーに気づいたら動き出します。いいっすか。こっち側はバーナー見つけましたね。こっち側は来た。この時にこっちが行きます。ちょっと分かりにくくてごめんなさいね、ちょっと時間との戦いなんで。あと一人巻けばいいです。最初のイーガダンですね、こいつですね。ここの場所にいれば、こいつ以外には見つかりません。こいつが後ろ向いた時に行きましょう。こっち側に、はい、ここですね。はい、これ、元の場所ですよ。はい、最初の場所に戻ってきました。で、この大穴ですね。大穴に、このボール、宝珠を、投げる。はい、そうすると、祠が出現します。はい、というわけで、何の祠かな、名前は。はい。キヒロテモーの祠ですね。次回この祠をクリアしてみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回。